イギリス海兵隊は、抗議のイギリス海軍の管理下にある、水陸両用作戦に主眼を置いた、軽譜表部隊。山岳戦と局地戦のエキスパートでもある。部隊のモットーは、パーメアパーテロム。1664年に、海上勤務を命じられた、ロードジェネラル、この F 負連隊の兵士500名により編成された、デューク・オブ・ヨークア,ンドアルバニー海上負表連隊が、 最初の海兵隊部隊である。現在も残る海兵隊としては、スペイン、ポルトガル、フランスに続いて、欧州で4番目に古い歴史を持つ。その後国王ジョージ3世によって、現在の名称に改められた。清掃のイギリス海兵隊イギリス海兵隊の、現在の形式上、儀礼上の最高指揮官は、海兵隊元帥である。1901年に、 ジョージ5世が海兵隊名誉連隊長に就任したのが期限で、エドワード8世、ジョージ6世と歴代の王がこの職を務め、ジョージ6世の1948年に海兵隊元帥に改められた。エリザベス2世の時期には、王イエディンバラ公、フィリップ、サセックス公、ヘンリーが務めていたがヘンリーが2020年3月31日に、 王族の公務を退いたために以後は空席になっている。本来、キャプテン・ゼネラルは、大将と中将の中間の階級であるが、現在のイギリス海兵隊では、減衰相当とされる。現在、王族による、最高式官職は、形式上の名誉職で、実際の最高式官職としては、海兵隊総司令官が設置されており、現役軍人の少将が任命されている。 ちなみに1943年までこの職は海兵隊高級副官と呼ばれており、文字通りキャプテン・ゼネラルの自席という扱いであった。海兵隊総司令官の地位としてはアメリカ合衆国の海兵隊総司令官に相当し、イギリス海軍部官のトップである第一海軍卿の直属とされている。なお、王立海兵隊総司令官は連合王国水陸両用軍指揮官と、 第三コマンド旅団指揮官を兼務する。ただし、第三コマンド旅団については管理のみの職務で、作戦指揮については別の現役順庄が行う。イギリス海兵隊は、創設から現在に至るまで、部隊の兵格分は、戦列不評であり、他の国のように通常の不評部隊とは異なる特殊な、兵舎としての位置づけではなく、形式上は陸軍に所属する他の、 戦列不評連隊と全く同質である。こうした性格から現在でも戦列不評の中でロイヤルアングリアン連隊に次いで6番目の部隊序列を有しており、階級賞、階級名称も陸軍式である。ただしこれは形式上の話であり、実際には陸軍に所属する戦列不評連隊とは異なる。 特殊な装備と特殊な訓練を施した人員を有する部隊である。イギリス海兵隊の組織図。2007年現在、イギリス海兵隊は以下の8個の大替規模の部隊を管理している。なお実際の作戦行動は第3コマンド旅団やその他の司令部、部隊の指揮下で行う。特に第3コマンド旅団はイギリス海兵隊の所属部隊の半数以上を指揮下に、 置いている。現在の第3コマンド旅団の編成は以下の通り。なお、砲兵連隊、砲兵連隊は実質代替編成の部隊である。上記のように第3コマンド旅団は陸軍部隊との混成ではあるが、イギリス海兵隊の実動編成とされており、別の部隊というわけではない。王族による形式上、軍人による実際上の最高式官職。 舞台賞、キャップバッジ、舞台固有の更新曲、モットー等は、両部隊に全て共通である。また管理上も、第3コマンド旅団はあくまでも、海軍所属部隊であり、他軍種合同部隊ではない。コールドストリームガーズ公式サイト連帯し、ありがとうございます。